そこへ入ってきたのが翔さんでございます。で、今度3人入り乱れての格闘になります。女房が入ってまいりまして、これで3人とも誤解が元の争いであって、実は仲間同士であることが分かります。あれですね、コスチュームなんかこう見ててですね、非常にこうバレエ的な感じがしますね。ロシアンバレエなんか非常に近いね感じがします。これはあの何も新しくあのわざわざこういうのをこじられたんじゃなくて、昔からこういうあの、コスチュームを使ったとかね。そうです、まあ、これでこの芝居は見えたしないですけど。